時間の無駄だ。おい、捨てるやつがあるか。人からもらった手紙はちゃんと読め。相手の思いはきちんと受け止めろ。断るんなら読んでから断る。それが礼儀ってもんだ。待ってろ。バカの極みだな。宇宙、無限のコズミックエナジーを秘めた神秘の世界。若者たちはアストロスイッチでその扉を開き、未来を作る。スペースオンユアハンド、その手で宇宙をつかめ。バーが赤立てハングリーな Everyday、 まだまだ足りない夢はラージサイズ。 Come on, switch on、 レカラフューチャーそんなのはフィサイル。甘い月目地未来へ Bless up。 公式なんか意味がない、人の話だけで知った気にならないで、果敢にタフにチャレンジ。ザ・ホールも活性化している。いよいよフォーゼの力を使う時は来るのか。フォーゼ、それはダメだよ。おはよう。おはよう。夏休み楽しかった？楽しかった。はい、今日はこの2年 B 組に
新しいクラスメートが増えます。如月源太郎だ。俺の夢はこの学校の連中全員と友達になることだ。よろしくな。よろしく。みんなよろしく。よろしく。よろしくみんな。ゆうき。ゆうちゃん。久しぶりだな。小学校以来か。そうだね。小学校3年以来。お。相変わらず夢は宇宙飛行士か。ちゃんは友達役にできた。今じゃ千人だ。嘘。そろそろいいかな。如月君も席について。あ、ちょっと待って。宇多星健吾様、お前やってたよな。わざわざ持ってきたのか。おせっかいだな。ああ、おせっかいだ。友達だからな。君と友人になった覚えはないが。今からなるんだ。お前は気に食わねえ。女の手紙を捨てるなんて許せない。だから立ちんな。非論理的な発言だ。いいや、筋は通ってる。お前のような気に入らねえやつは立ちになれなきゃ、とてもこの学校の連中全員とは友達になれないからな。俺と君が友達になる確率はゼロだ。おい、ちょっと待って。歌星くん、また勝手に。すいません、保健室です。だったらなってやろうじゃんか。意地でもな。本当に勝手な生徒ばっかり。まあそれが校風ですからね、うちの。それより園田先生、これ見ました、この掲示板。天の川高校は悪魔の巣だ、ぶっ潰してやる。まったくふざけてる。最近妙なことが増えてませんか、この学校。いや、ご心配なく。園田先生のことはですね、この大杉忠太が身をもってお守りしますから。歌星いるか。いねえか。ここにもいねえか。よっよっよっ。おお、鍛えてるね。もう一回頑張って。よっよっ。おお、これはちょっと待って。なんだよ、俺の代わりなんかついてるか。お前どこ座ってんだよ、転校生。なんだそれ。なんなのあいつ、まじ受けんだか。とりあえずチュース。ケンちゃん、ケンちゃん、やばいよ、早くそこどいて。なんで。あのね、グループによって座る席が決まってるの。ほら見て、あっちは、あっちはガリベン、あっちは遊び人、あっちはオタク、筋肉。バカじゃねえのお前、そんなの聞いたことねえ。でもそれがこの学校のルールだから。そうそう、それにギークもそんなところにいたらまずいっしょ。ギーク、オタクって意味。あ、私のことね。ね、ほら行こう、早く動かないと大変なことになるから。美人だ。この学校も捨てたもんじゃねえな。笠代先輩はこの学校のクイーンだから。ほら行こう行こう行こう。トラッシュとギークがなんでその席にいるのかしら。ごめんなさい。トラッシュ。そう、トラッシュの中のトラッシュ。
それは男の中の男、そういうことかな。でも少し埃が立ったわ。これは失礼したミュー、気をつけよう。何しやがんだこの野郎。騒ぐな、ゴミをゴミ箱に入れただけだ。ゴミだと？冗談じゃねえ、オルス様はトラッシュだ。バカ、ゴミってミュー、トラッシュはゴミ。え、バカにしやがって。俺はゴミじゃねえ、キサラギ健太郎だ。黙れ、トラッシュの名前など聞く気はない。やれ。力づくは嫌いじゃねえ。お前がおとなしくするのなら彼女をどうこうするつもりはない。卑怯な野郎だな。大文字さんになんて口を聞くんだ。大文字、アメフト部部長の大文字俊だ。来い、ここではレディーの食事の邪魔になる。そんなもんか。何？ケンちゃん、気にすんなよ、キ友達だからな。だったら徹底的にやらせてもらう。三浦、そこらを見張ってろ。はい。アメフト部なわけねえよな。あれはまあいいや、よくわかんねえ。下がってろ、すぐに追い払ってやる。先手必勝だこの野郎。うん、ユキ。うん、見て、体にオリオン座ゾディアッツみたいだな。下がってろ。ケンゴくん、まだ倒していない。パワーダイザーじゃ一時しのぎだ。
って、ポーズはダメよ。ゾディアツを倒すにはこれしかない。でも、ケイゴ君の体力が持たない。ダイザーの操縦でそれヘッドイカだったじゃない。俺がやるしかないんだ。待って、どいてくれ。時間の無駄だ。ケンちゃん、なんだここ、妙にふわふわすんな。なんか秘密基地みたいでかっこいいな。後をつけたのか。まさかあのゴリラをお前が操縦していたとはな。そこまで見てたのか。よこせ貴様。話は聞いた。これならあの化け物が倒せんだろ。またいないし。それは俺のだ。ケイゴ君、ほら見ろ、今のお前じゃ無理だ。だが君にも無理だ。やってみなくちゃ分かんねえだろ。ふざけるな。ここは俺に任せろ。おい待て。なんで俺はこんな体に生まれた。いや、ちょっと、あれ、いや、ベスト使い方聞くの忘れた。なんだよ。はいはいはい、腰に巻きつけて。え、おお、そしたらスイッチ入れて。スイッチ、そう、それがあなたに宇宙のパワーをくれる。変身よ、ケンちゃん。宇宙のパワー、そう。おお、なんで逃げんだよ。スリー、ツー、ワン。いいから早く変身してレバーを入れて。そう、え、いいから早く変身って言ってレバーを入れて。なんだかわかんねえけど、宇宙しかー。そう、それがフォーズよ。あ、早く怪物を。これがフォーズか。わかった、タイマー離してもらうぜ。他になんかねえのかな。
しまった。なんだ。よっ。エアだもんね。学校は開始の気か。歌うしか。カメラを集中しろ。今起動している左腕がレーダーだ。それでターゲット捕捉しろ。分かった。これか。ラックオン。くらえ。よし、接近戦だ。右足のスイッチを交換しろ。オッケー、右足ね。よっ。おお、かっこいいじゃん。行くぜ。何度も出して食らうかよ。こいつは何だ。おお、いいんじゃない。よし、頼むな。ちょっと待って、一人。あ、もうっせ。食らえ。やったぜ。そうか、フォーゼが私の学園に。やったね、ゲンちゃん。おい、うい、うい、うい、イエイ、じゃあ。アモア大佐。スラリーケンタロウ。ウォーキングはやったぜ。まあ俺様にかければざっとこんなもんだ。名前で呼ぶな。変ライダーフォーゼ。あの怪物に変身した野郎は見つけないんだ。君には無理だ。怖つき。やっぱ宇宙なんだ。ケンゴ君のお父さんはここで死んだもん。絶対認めさせてやるからな。青春スイッチオン。